アンドロニコス三世、パレオロゴス、1297年3月25日から1341年6月15日は、東ローマ帝国、パレオロゴス王朝の第四代皇帝。同王朝、第二代皇帝アンドロニコス二世、パレオロゴスの孫で、同、第三代皇帝ミカエル九世、パレオロゴスと、皇后、マリアの子。同名の,ソフトの区別で、 小帝と呼ばれることもある。1313 13年頃には、父ミカエル9世に続いて、祖父アンドロニコス2世の共同皇帝、定位継承者に引き上げられる。しかし定位継承者にふさわしくない貧困の悪さゆえに、祖父からは、次第に遠ざけられていった。父ミカエルが死去する契機となった1320年の事件については、彼が祖父を殺そうとしていたことが露見した。 あるいはレンアイザタの巻き添えで、弟マルエル先生公を殺してしまった、などいくつかの説があり、そのすべてが事実であるとも考えられている。ともかくこの一件に激怒した祖父は、彼の転移継承権を剥奪し、代わって、ミカエル9世の弟、コンスタンティノス先生公と、その日着出し、ミカエルカタロスを後継者に押した。これに対して、アンドロニコス3世は、 1321年に、同世代の友人ヨハネス・カンタクゼノスやシュルミアンネス、テオドロス・シュナデノスらと結び、公然と祖父に反旗を翻し、ここに7年間にわたる内乱が開始された。アンドロニコス三世は減税などの無計画な人気、ドリ政策を打ち出して、民衆の支持を獲得し、数度の和平協定と再選の末、1328年に、 祖父を大尉に追い込むことに成功した。アンドロニコス2世は修道士アントニオスとなり首都の引退先で1332年に死去した。野心を実現させたアンドロニコス3世にはいくつかの問題が迫っていた。最も下級の件は内乱中に小アジアで勢力を拡大したオスマン帝国の問題でアンドロニコスは1329年カンタクゼノスと 共に遠征を行った。ニカヤ近辺のフィロクレネーペレカノンの海戦で、オスマイクンシュオルハンに挑戦したが、負傷したため退却を余儀なくされた。この結果、小アジアの帝国領はオスマン帝国の手に落ちることが確実になった。小アジアを諦めたアンドロニコスは関心をバルカン半島に向けた。当時勢力を拡大していたセルベアが、 カンタクゼノスとの清掃に敗れて亡命していたシュルギアンネスを要して帝国西部の征服に乗り出していたがアンドロニコスは資格を放ってシュルギアンネスを暗殺し事態を収拾した続いて混乱で衰えたエピロス先制広告の併合に乗り出しカンタクゼノスとシュナデノスらの協力によりこれを成功させた1340年には完全に エピロスが帝国領に並行され、1204年以来、続いていた東ローマ勢力の分断に、一応の終止符が打たれた。アンドロニコスの後継者問題は、彼の父ミカエル旧世譲りの病弱さと関連して、問題視されていた。最初の結婚は、ドイツの地方領主ハインリヒ一世フォン、ブラウンシュバイク・グルベンハーゲンの娘、アーデル・ハイトエールネーで、息子も間もなく生まれたが溶接し、 エ霊レネ自身も1324年に死去してしまった。1326年には、南フランスサボイア博アメデーを5世の娘ジョバンナと結婚するが、息子が生まれるよりも早く、アンドロニコスが既得状態に陥るほどの重病に陥ったため、宮廷では誰を後継者にするかが何度も論じられた。後に皇帝を宣言するカンタクゼノスも、この時に、 国政の前提を委ねられたことを一つの根拠としていた。事態は、アンドロニコスが奇跡的に回復し、1332年に、待望の長男ヨハネスが生まれたことで、一応の解決を見た。さらにその後、自主ミカエルと娘が生まれた。しかし、アンドロニコスは、息子が無事に成長するのを見届けることなく1341年に45歳の若さで死去した。 アンドロニコスの死は帝国を揺るがす動乱の始まりを告げたが、その死は自身の存命中にすでにまかれていたのである。アンドロニコスの統治者としての評価については無能、あるいは逆に有能と大きく異なる見解が存在している。彼は祖父アンドロニコス二世同様に高い知性を備えていたと考えられている。しかし、一方では平らで気まぐれな上、 猜疑心の強い性格がその能力を国政に生かすことを妨げていたようである。彼の性格描写について諸史料の記述は一致せず、東ローマ帝国史の中でも最も謎めいた人格の持ち主の一人と言ってよいだろう。ムスリムの旅行家であるイブンバッゥータもコンスタンティノポリスにてアンドロニコス三世に越見したと語っている。 1317年にブラウン・シュバイク・グルベンハーゲン、コハイン・リヒ一世の娘アーデル・ハイトと結婚し、一難を設けたが創生した。1326年に、サボヤ・ハク・アメデーを五世の娘、ジョバンナ、アンナ・パレオロギナ、ニューニューアルファー・パイ・アルファー・ラムダ・アルファ・ヨタ・ラムダ、ガンマ・ニューアルファー、アンナ・ペイライ・ラジーナ、1306年から1366年、と結婚し、 に何以,上設けた以下は、アンドロニコスの子供であることは確実であるが、アンナとの子供であるか未生もしくは明らかに諸子である。ありがとうございます。